新兵家物語』第370回講談社吉川英治歴史時代文庫より朗読は城春彦です。知事「紫史」「巨辰した人間の形である」「明けやらぬ天井をぼやと見つめ彼はまだあのまま頭を両手に乗せゴロンと仰向けに寝そべっていた」 義仲は火の消えた香炉のような心の内でうつろに思う。どういうものだろう。少しもこう楽しくないのは。むしろこの寂しさは悔いに近い。なんていうバカな真似をと人間が自分が嫌になってくる。唾したいような自重に蝕まれる。 基礎の狼と格闘して獣の血にまみれた時でもこう嫌な気持ちはしない。寂しくはならない。ふと酒が欲しかった。古史の国だ。夜明けは肌寒い。どうしてまた、ややもするとこう酒が恋しいのか。寂しくてたまらなくなってくるのか。人の肌か酒か何かなしにはいられないのか。我ながら欲々よくよくなみなしご根性かと考える。 そうだ本当の母の肌も知らず基礎の野獣猛禽の中で育ったせいだろうそうとでも割り切るしかこの寂しさの湧いてくる心のみなは時うもない「いらせられますか?」「葵の声がどこかでした」そして「まあ」と蔑むような言葉とともに吉中の寝姿に瞳をやりそしてやや間を隔てて座った「葵か。 酒が欲しいな。殿井の前申し付けてくれ。い,いえ、おおきくださいませ。ただいま、信濃の飛脚が大表へ着きました。殿井殿も巣は何事と使者を囲んでおりまする。何信濃の飛脚では、与田の城からか。与田の城はもうお味方のものではございますまい。敵の手に渡っておりましょう。えどうして吉中は羽を着た。 そして早口に「青井金を呼べ日口殿も今井殿も飛脚に合うて使いの胸を聞き取っていらっしゃいます。それにこのような取り乱したところへなど「ああ俺から行こう」立ちかけると「お待ちください」「なんだもうだいぶ前に山吹がここへ殿を大越しに来てはおりませんでしたか山吹わらわの雑司の目の。 北やもしれぬが、俺はただもう深々と寝入っていたゆえ、何もご存じありませぬか。ようお風もひかずに。葵はかすかに笑って、吉中の足元に落ちていた烏帽子を拾い上げ、先に出て、駆け火の流れている清めの間に立った。もし、おうがいをなさいませ。わらわがその乱れたおぐしも直して差し上げましょう。 品の飛脚の内容は吉中以下の威爆を驚かせた。与田の留守州タコの次郎家金からの急報である。それによると、鎌倉の頼朝はにわかに基礎の火を鳴らして関東の彰子を動員し、続々北上させている。 しかも、よほどな決意と見え、この度は鎌倉殿自身、陣頭に立っている。そして、総勢一万余期は信濃平原に出て、長期の陣を施行とする体制らしい。以上は 武蔵、下助などにある所在の探りの者の早耳なれど、バンバン相違ないことであり、折り悪く我が君には恩国にご在人でもあれば、とりあえず第一報を早打ち申し上げておく、急遽、ご対策を立てたまわんことをというのであった。へぇ、ちょこざいな、鎌倉のつくつく帽子目は。 情を一読するなり、吉中は込み上げる感情に顔を真っ赤に染めた。いとこの頼朝のことを、彼は以前から、京読みゼミだの、つくつく帽子だのと言ってあざけっていた。池の善人の情けで助けられ、二十年も廃所でお経ばかり読んでいた男。そんな消息をママ耳にしていたからである。面白い。しばらくしてからまたつぶやいた。彼はいつもの自分をやっと見つけたようだった。 すぐ評議しよう。金平、皆に広い会へ集まれと申せ同日、また木曽谷からの使いが平塚にここへたどり着き、越後国府からも翌日以後、次々の早馬だった。軍議は直ちに出勢と決まる。が、しかし、困難な事情は多かった。 第一に北陸はまだまだ固まっていない平家勢力との争奪に任せられているもし越中不思議その他の要害から基礎軍が足を抜いたらどうなるか結果は分かりすぎていた何の案じてはきりもない義仲は大雑把であるまず樋口兼光は参れ 根の井の小屋田、盾の近だ。今井兼平もともせよ。侍大将には、高梨五郎、海野屋平四郎、落合五郎金行、小室太郎をか兼申し付ける。その他、座中の面々を瞳に数え、あとは留守せよ。こ国こ王立つは八千基でよい。越後国府でなお敵勢と見合わせた上、兵力を加えよう。その他、指名はないが、巴と葵の従軍は言うまでもない。 すると、新宮十郎・雪家が不平を訴えた。殿、の、それわしは、おお、おじごか、留守を頼む。いや、それはいかん。なぜの、鎌倉殿の腹黒さ、雪家とて黙っておれん。鎌倉殿自身、金々、ね、いつかはと、木曽殿の隙をうかがっておりながら、こたびの木曽攻めの理由には、その第一に、木曽の冠者は源氏の裏切り者と唱え、第二にはわしの名を挙げておる。 十郎雪家が身柄を鎌倉に引き渡せとか言いおるそうな。私はせぬ。それゆえおじごは個人におられるがよい。そうでない。あの京読み殿の戦の手口や駆け引き、またその佐賀までを知り抜いておる者は基礎型の御うでも高原には似るが、雪家の右に出るものはまずあるまい。ど理りだ。さらば、おじごも加われ。こうして編成は決まった。 吉中幸家以下木曽の精鋭は急ぎに急いで北陸から峠下したそして北信濃の一端まで出てきたものの時はすでに4月へまたいでいて頼朝の大軍は早くも碓井の陣地から千曲川原までその前線を進めていた与田の小次郎がそれ以前に坂東武者の小手調べに消し飛ぶがごとく攻め落とされていたのは言うまでもない 義仲はその本拠を善光寺の高所に置くと見せて実は善光寺の北小布施の寺院を隠し本陣としたもし頼朝が千曲を渡って迫ったら西川の西須坂小布施の三方から一挙に打ちたたかんという刑だったさすがだわ俺のお嬢は平方に明るい吉中は絶妙な婦人だと言ってその刑を褒めたすべて十郎行家の検索だった 樋口、今井、舘、根井などの四天王はいずれも武勇の人ではあるが、基礎での続投で、雪家の持つ兵学的な気力はない。で、雪家のそうした弁済や知略に、義仲は見せられやすい。ほとほと感服顔を見せたりする場合が少なくなかった。 自然、雪家の存在はいつか基礎爆化に重きをなした。彼の才能はここの岩に参じてから初めて時とところを得たかのようである。しかしただその雪家さえも一目も二目も置かなければならない人間が一人だけあった。それは吉中の幽室、太夫坊革命だった。退人7日余り、まだ一戦も行われない。 するとある日、頼朝の方から義仲に対し書簡を送ってきた。こういったような全文である。君と我とは父祖を共にするいとこ。また使命においては平家討伐を目指す一つのものではあるまいか。元来何らの怨恨を含む中ではありえない。 しかるにしばしば何のゆえあってか君は平家と通じてこの頼朝をのぞかんとし鎌倉の起業をも喜ばない取り沙汰を聞くこれはしかしおそらく残者の残言に過ぎまいと思うただ下しがたいのは新宮十郎雪家の身を雉人にかくまいをかるることである 雪江殿はおじなるお人には違いないが由来古才に任し気弁を労し諸元寺の間を転々とし場当たりを能とするばかりで大事をわきまえぬ困ったお人だいわゆる獅子真中の虫と申すべき軽薄な死で頼朝の迷惑も人方ではない先頃の角俣川合戦の不始末などもお聞き及びのことと思う。 頼朝今神父の行にあたって爆破数万騎をすべる者としておじなればとてその異端やわがままを不問にしておくことは断じてできない。速やかに雪家の身を我に引き渡したまえ一個の軽薄な人物のために千曲犀川をあけに染めるほどな束ねを両軍でつまんとするのはあまりにも馬鹿げた意地ではあるまいか。 一生を呈して君の権利に備えるゆえんである。なるほど、これが頼朝の主席か。いかさま文字はうまいものだ。女の好きそうな文字ではあるよ。義仲は一生に伏してせせら笑った。内容の道理については、どこと言って反対する点も、罵倒する箇所も乱せなかったからであろう。けれど、 坊く妙はつぶさにその書面を繰り返して何か陳使していた。「唐坊何を考え込んでしまったのか?殿」とのこの申し入れはお受けなさればかな意地でも行家殿を渡せるものか。ああの殿お一人のためにいやいやなんと言おうがおじごは渡さん。 木曽次郎の男がすたるわ。俺を男と見てこそ、金光、金平、近田だなど、皆死な,なば共にとちこうているもの。とは申せ、殿が諸元寺に先駆けて都入りあることは、早や安全の機運ではございませぬか。 例えば冬をしのぎ春を耕し夏を越えもう取り入れを寸前に見ておるようなものそれをばあたらここで牛の手は百日の子もなんとやら言うものでしょう。都入りは諦めあせぬ頼朝をうち鎌倉を乗っ取りそれからでも遅くはあるまい。 ちと軽いお考えに過ぎましょう。相手は京読みどのとて平家の金立ちとは筋骨が違いまするぞ。坂東武者を敵に回し、もしここでやずるを切ったが最後、おそらく鎌倉方も五めの兵の尽きるまで戦い、君も北陸の全兵力をこぞり、鹿羽に鹿羽を積むとても互いにここは引けますまい。 一人喜ぶ者は平家ですああ平家です義仲もさすが黙った。太夫坊は幽質の職にはいるが彼にとっては幼少の時の師である。この人のために武将を一通りな学問と教養は身に受けたのだ。違いないと嫌々ながらやがてうなずいてではどうせよというかただし雪家殿は渡さんぞ。 ただ、人の一時あるのみ、ここはどのような恥をお忍びあろうとも、頼朝より先に楽中に座を締めたもうことが大事です。それよ、そうなればこっちの勝ちだ。しかし、いかにせば頼朝に兵を引かせ、まんまと俺が一足先に楽中へ突き入れるか。野草がお使いいたしましょう。頼朝の陣営か親しくお目にかかって。俺は嫌だぞ。 教み殿から頭を下げて参るなら別だが何のそれまでに及びましょうやただ願わくば樋口殿を生死となし野草はお買い添えとして参りとうんずるが金光は分別のよかろうわいいいようにやってみい急転直下である両軍の和議はそれから数回の交渉でまとまった しかし、基礎軍の尚子はそれを屈辱的な和睦と呼んでひどく激高し、不穏な動揺さえ示した。やはり、僧侶は僧侶、引っ越しがない当然な非難は、太勇坊革命の一心に集まった。革命は耳のないような顔をしている。だが、樋口次郎金光の眉は、うつとして重い。講和の条件としては、 義仲の嫡子今年まだ11歳になったばかりの清水のじ者義高を鎌倉方へ死として渡すことになったのであるもっとも死とは表面に言わない頼朝の子として養い長く両家が義見の結びとせんというにあった そのふるさとへ迎えが立ち十日ほど後には何も知らない子家じゃ吉高が寝覚めの老いクロードに付き添われて善光寺の傍中へ着いた一夜は吉高を抱いて寝てやれと吉中は巴に言った先人から先人への月日は早い思えばこの父も母も我が子の育ちを二年余りも見ていなかったそれが 見違えるる。ばかりな良い子家ないいじゃとって巴は名残の二世を添い寝した。いよいよ鎌倉型の手へ愛二を渡さなければならない日。別れの杯を酌み交わして父と母とはこもごもにこう言い聞かせた。のう、かじゃよ。かじゃが泣き顔などして参ったら鎌倉武者にこの父母まで笑われようぞ。 鎌倉殿は我が家の縁者。家者をことしたいと申すゆえ、やむなくおことを使わすのじゃ。おこともはや、男立ちした一個のおのこ。世間も知れや、夢鎌倉殿の意に逆らうな。心なき振る舞いなどせば、切られもせん。常に人中の身を心得ておくことぞよ。 やがて父も母も晴れの都入りして天下に望む人もならばまた相見る日もあろう。身を大事に良き日を待て、分けて鎌倉殿の御台所にはよう仕えて愛しまれねばならぬぞよ。吉高は泣き泣きうなずいた。 運の一族の地親の子太郎幸氏は同い年でもあり義高の遊び友達でもあるのでその幸氏をつけてやがて木曽人から頼朝の手へ送られたのであった千曲川の渚にたたずみ巴と義仲はいつまでも遠くなる一軍の列を見送っていた巴よせ見苦しい巴は下に泣き崩れていた 初めて彼女は母のもだえを身の内に持ち義仲もその若い肉体に必死と泣けない父のつらさを知った次回は「見車返し」です。 よろしければ、いいねの評価とチャンネル登録をお願いします。チャンネル登録は、画面右下のザのマークからどうぞ。